Miss Erina! Welcome back to my channel! 今回はたくさんの方からリクエストをもらっていた手作りグラノーラについてシェアしたいと思います。手作りなのでお好みの材料を入れることができるし、甘さも自分で調整できるので自分好みのオリジナルのグラノーラが作れると思います。で、今回もオートミールを使うんですけど、オートミールって何？どれぐらい栄養があるの？と疑問がある方はよかったらオートミールについての動画も作ってあるので、そちらもチェックしてみてください。それでは早速いきたいと思います。Let's start! 材料をご紹介します。オートミール、キヌア、ココナッツシュレッド、お好みのナッツ、今回はピーナッツとウォールナッツを使いました。塩、バニラエッセンス、シナモン、ピーナッツバター、ココナッツオイル、ハニーまたはメープルシロップ、バナナを使用します。今回は2種類のナッツを使用したんですが、お好みのナッツ1種類でも大丈夫です。それでは作り方をご説明していきます。まずオートミール2カップ、キヌア4分の1カップ、ココナッツシュレッド4分の1カップ、ウォールナッツ4分の1カップ、ピーナッツ4分の1カップ。これはオプションになるんですけど、チアシード大さじ1を入れます。そしてシナモン小さじ4分の2、塩小さじ4分の1を入れて材料を混ぜていきます。次にソースを作っていきます。ピーナッツバター4分の1カップ、ハニーまたはメープルシロップを大さじ2、ココナッツオイル大さじ2、潰したバナナを1本入れて全体がきれいに混ざるまで混ぜます。今回お鍋を使用した理由は、ハワイは暖かいのでココナッツオイルが液体状になっているんですが、住んでいる場所によってはココナッツオイルが固形状になっていると思うので、固形状の場合はこのソースを混ぜる際に熱しながらする必要があるので、一応今回お鍋を使いました。それから最初に作っておいたオートミールのミックスとソースを混ぜていきます。きれいに混ざったらオーブン用の天板にクッキングシートを敷き、均一に火が通るように全体に伸ばしていきます。そしたら予熱していたオーブンで30分ほど焼くんですが、全体が均一に焼けるよう15分ぐらい経ったら一度取り出しグラノーラを混ぜます。そしてまた15分ほど焼いたら手作りグラノーラの完成になります。これもオプションになるんですが、少し甘さ控えめのグラノーラなので、完成した後に私はいつもレーズンを入れています。お好みのミルクを入れてシリアル感覚で食べることもできるし、ヨーグルトにかけたり、小腹が減ったらそのままスナック代わりに食べたりもしています。市販のシリアル、グラノーラと比べたら少し甘さ控えめなので、もう少し甘さが欲しいなっていう方はハニーやメープルシロップをお好みで追加してもいいと思います。うちはだいたいこの量を1週間ぐらいで食べきります。で、今回もバナナを使用したんですけど、バナナが苦手な方はよかったらバナナなしにしてもらって、ハニーかメープルシロップを多めにしてもらえばいいかと思います。ぜひ今回シェアした手作りグラノーラ作ってみてください。そして実際に作ってみたら、うちインスタとツイッターをやっているので、皆さんが作った写真を SNS にアップする際にうちをタグしてくれたら皆さんの写真をすぐ見ることができるので、よかったらうちをタグしてみてください。この動画が良かった、また料理動画見たいと思ってくれた方、よかったらいいねボタンと、あとまだチャンネル登録されてない方、よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは今回も見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.